はい、どうもこんにちは、ヌッキーと申します。一部第4章のね、オレルアンの戦士たちをやっていきたいと思います。前回のね、コメントを見たんですけども、7章あたりで積みそうだなと。どこら辺を指しているのかちょっとわかんないんですけど、6章あたりかで積みそうっていうコメントがあったんで、まだ積まないのかなと。で、なんかナバール成長率が良かったのが死んだのかってことは、なんか仲間にできたやつがいたのかな。ちょっとそこわかんなかったんで殺しちゃいましたね。いや、ちょっと偶然話すコマンドが出てくる以外は、その仲間にできるやつっていうのがどれか、あれかな、なんかコメントが出るやつって基本的に仲間になるのかな。何か誰かそのキーパーソンにぶつけることによって仲間にできるのかなとは思いました。ちょっとそれがわかりましたね。ちょっとで、ダメージ計算を理解しないときついかも。ちょっと理解してないですね。ジェイガン使ったことないってコメントがありましたけど、ちょっと理解できないですね。最も深い関わりを持った北の国々であった。他の国々はすでに滅び、オレルアンも国土の大半をマケドニアに占領されてしまったが、草原の狼の名を持つなんちゃらハーデンはなおも屈せず果敢な戦いを続けていた。そんなハーデン公のもとにアカネイアのニーナ王女が身を寄せ、ドルーア帝国打倒の劇を飛ばしてすでに数ヶ月、その悲痛な叫びに応えるものもなく、精鋭を誇る、マケドニア軍を前にその運命もいよいよ尽きようとしていた。そこに我らが到着すると。これなんか仲間になりそうなやついそうですね。おー、ちょっと広いな。なるほど。いや、いいです。はい、進撃開始。マルス、もう上から思考停止ですもんね。こんな選び方いいのかな。あ、10人しか出さないん、これ。どうしよう、シーダいるな、マジ。ジュリアンかな。サジは絶対いるね。あー、バーツ、サジ、どうしよう。カイン、アベちゃん、ゴードン、どうしよっかな。難しいな、これ。10体しか出せないんか。アベちゃんはいるね。アベちゃんはいる。あー、でもアベちゃんレベル低いな。弓矢2本いるかっていう話ですよね。いるのかな。オーブンは、あー、どうしよう。あんまレベル高いやつばっか出しちゃうとレベルが偏りそうなので、こんな感じいいかな。バーツちょっと抜かしてオブマにしようかな。ジュリアン結構強かった気がするけどね。シーダー絶対いるんですよ。ジェイガンちょっと抜いてみようかな。いいや、これでいいですね。多分出せないですね。もうよし、これでいこう。適当です。結果的と。ニーナ王女、川の向こうにアリティア軍が現れました。え、ハーデン、本当ですか。じゃあマルス王子がやっと来てくれたのですね。そうです、これでようやく戦力が立て直せます。しかしニーナ様は危険ですから、砦の中にお待ちください。我らアリティアと共に城を取り戻してまいります。よし、全軍出撃する。どれだろう。あ、ここか。あ、こいつらが出るから多分その我々は10体ってことだな、多分。これ上行きたいんだけども、上行きたいんだけども、あ、こいつら助けたいないとやばいそうだよね。いいか、勝手に頑張ってくれそうか。勝手には頑張んないのかな。勝手にはちょっと頑張んないかな。とりあえず動かそう。あ、とりあえず動かす。とりあえず動かす。なんかあれかな、早送りとかした方がいいかな。うっとうしいか、ちょっと情報。ほっほう、城の中では馬やペガサスは使えぬよ。降りて戦うことじゃな。お前さんだって家の中まで動物が入ってきたら嫌だろ。あ、そういう理屈な。臭くてかなんかな。そんなことないだろ、馬もいい匂いするんじゃないの。馬が臭いって誰が決めたの。誰が決めたの。あんま前行くとマジ死ぬから。
こいつらあれかな、ダメージが高い割に高いから機動力は乏しいのかな。よし、こいつ阿部ちゃん、ちょっとここ、あ、ここなんもないのか。これ なんだここ、この家みたいになんの、血のりかな。で、まるちゃんはここで、ここ、いいね、いい感じじゃないですか。あ、こいつらも俺らが動かすのか。あ、俺らが動かすんだ。どうしよっかな。なるべくちょっと戦力は分断しないので、こっち側から行きましょうか。かっこいいっすね、なんか騎馬隊。あー、でもこっちの砦を起点にして戦ってよかったんか。なんかミスった気がする、これ。まあもう遅いけど。もう遅いんで、大丈夫です。ちょっと早送りした方がいいっすかね、なんかこういう移動だけみたいな。地味な展開のとこは早送りみたいな。結構なんか相手も、その兵種が増えてきましたね。あ、なんか後ろに魔物みたいなのいるぞ、これ。魔法使いみたいなのおるな。まだ当たんないでしょ。え、当たるのかよ。やべえ。ちょっと待って、失敗したかも。やばいかも。パセ。おぉ。オーケーナイスに。あ、でもちょっとやばい。死ぬかもしんない、これは。オッケー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 。ちょっと待って待って待って、やばい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 。オッケー。シータが死ぬよ、もう。よしよしよし。それぐらいだったら大丈夫。2回いいっすね。素晴らしい。ちょっと馬の、相手の馬の機動力をちょっと舐めてましたね。オッケーオッケー。シータ一回回復させたいんですね。砦に戻して。耐えてくれ、オグマ。マジダメだ。そこでなんか渾身の一撃みたいなの食らうなよ。ナイス、いいよ。素晴らしい。砦であるかな、どっかに。回復せんやな。あ、ちょっと待って、やめて。オッケー、危ねえ。やばい。オッケー、危ねえ。確かもう弓で撃ちゃいいんでしょ、あの、飛んでるやつはさ。飛んで火にいる夏の虫を。いけ。ザシュレ。ザシュレ。マジいけ、マジ。マジやで。オッケー。素晴らしい。最近やっと涼しくなってきましたね。まあ、これ北海道だけなんだろうか。もしかしたら北海道だけの可能性はあるな。殺すぞって言われるかもしれない。何が、なんか涼しくなってきただよ、みたいな。かなり涼しくなってきましたね。オッケー、一撃じゃん。あー、そんなに、あれなん、弱点なんだ。弓。あ、弓からじゃこいつ逃げとかないとやばいっちゅう話な。これ、砦かな。あ、こいつ一回戻ろう。いけるっしょ。あ、ギリいける。よかった、よかった。で、オグマもうちょっと一回戻ろっか。上に砦はないよね、多分。砦ないから、ちょっと一回引きますか。オグちゃん。こいつ全然なんか、機動力悪くて。こっち行ったらなんか、役に立たなそうだから、こっちに行っとくか。先に一人こっちに行って、ちょっと馬でこいつ処理しますか。あれ、なんか全然いけるじゃん。なんか6章で積むってコメントありましたけど、なんか今んとこ全然なんか簡単すぎて、小学校の足し算引き算みたいな感じなんですけど、大丈夫なの？そんなことあんの？そんな難しいことあんの？舐めすぎ？いけ。俺のジェイガン。一気がけ。よーし。オッケー。俺のジェイガン。あ、こいつも、こっち行ってきますか。こいつもこっちか。いいね。マルちゃん、あー、マルちゃん届かないな、多分。情報仕入れとこ。
お城には財宝が入った宝箱がある。しかし、盗賊でないと開けることはできぬぞ。あ、なるほど。盗賊っていうジョブがあるんですね、多分。どうしよう。ちょっとここはまだ、こいつらまだちょっとここで待機しといて、俺らが襲いかかると同時に行く、みたいな感じでいいかな。一旦、様子見しますか。まだ来ないと思うんで、敵。あーでも、囲まれたら行くかもしんない。あーなんか魔法使い、結構歩いてきた。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫、絶対大丈夫だって。オッケー。オッケー。いいよ。まあまあ、ここ、幸いなことに通路が細いので、まあ、大丈夫でしょう。あ、ちょっとやばいかも。囲まれてきた、なんか。あ、やばいかも。ちょっと待って、大丈夫か大丈夫か大丈夫なのかこれ。大丈夫とか言ってたか大丈夫なのか。まあ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 、大丈夫大丈夫。OK。ちょっとあれだな、シーダーもこの山越えしてあいつら助けに行くしかねえな。行くっきゃねえな。よし。どうしよう、もう一回回復したい気持ちはありますか。ちょっとマルちゃんで情報。一人だけみんなと離れて戦うのは危険じゃから気をつけなさい。あー、オッケーオッケーオッケー。常識ですね。ここから情報。後ろには、あ、これ読んだか。いけ。とどめを刺せ。カシム。オーケー、いいぞ。ナイスカシム。パパパパ、オッケー、いいよ。これなんかさ、人によってなんかパラメーターが上がる、なんか、あれが違う。こっち行っちゃうか。ちょっとオグちゃん回復させたいんで。オグちゃんでもなんかもうこれ一生今日何もない気がする。オグちゃん今日一生ないかもしれない。なんか、攻撃に参加する。オッケー。素晴らしい。コブちゃんも今日何もすることないかもしれない。やばい、ちょっと助けに行かないといけないの。なんか邪魔くせくて全然行けないじゃん、前に。行け、カイン。オーケイ。盗賊素早いんですね、多分。盗賊も連れてった方がいいんだな、じゃあ、その、城のね、宝を盗めるらしいんで。必要でしょう。遅いんだよな、こいつ。使いたくないよね、こういうやつ。わかる？使いたくないよね。書いてあれ、お前。解雇するぞ。OK。こんなとこでほんと足踏みしてる暇ないかな、マジで。いいね、ゴードン。いいね、ゴードン。いいよ。ここほんとしっかり動かさないと死ぬんだよ。死に得るんだよ。どうしよう。あ、こいつ弓持ってる。死に得るな。あ、弓持ってるから、こいつ撃ち落としてんじゃん。どう？一撃でいかねえかな。一撃で持っていけねえかな。そしたらだいぶ違う。ほい。わー、OK。素晴らしい。いいね、いいね、いいね。で、ちょっと、やりますか、こいつ。あ、ちょっと待ってよ。やばいかも。シーダー、弓兵に持ってかれるかもしれない。嫌な気がし、嫌な、嫌な感じがする、これ。届かないね。大丈夫か。持ってきねえな、多分。硬い。OK。いいね。
え、素晴らしい。え、最高かよ、お前。最高かよ。オッケー。いいね、いいね。大丈夫じゃないか。まだ、やっぱ6章が鬼門なのか。あいつ怖えな、マジで。え？あ、びっくりした。あの魔法使いそんな射程長いのかと思って。ルール無視かよと思って。え？攻撃してこない？なんだ？ちょ、もうオグちゃんそこでいいか、今日も。オグティン。あー、これも行きたいな。あー、どうしよう。馬に行かせるか。これで持ってくるはず、多分。マジ行け。マジー。よし。なんかあれだね、盗賊はアイテムくれるっぽいな。とりあえず、こいつで行くか。ジーガンでいいや。ジーガンでちょっと民家巡りしよう。古民家カフェでも行ってこよう。古民家カフェでもさ、行っちゃおうよ。行け。司祭。あ、こいつ攻撃してこないじゃん。フルボッコにしようぜ。あいつみんなでやろうぜ。こいつ何もしてこねえからこいつやろうぜ。行け。おやおや。もうゼロ距離でいいでしょ、ほんま。え？ちょっと失敗したんだけど。え？ゼロ距離できない？ゼロ距離ってできないんか。え、離れてないと攻撃できないん、逆に。なんだそれ。おかしいだろ、そんなの。いけ。勝て。あ、ちょっと待って、失敗したかも、今の。司祭なんか怖いから、とりあえず殺しときたいよね。うん、そう。司祭とりあえず、なんか怖いよね。バルスみたいなことしてくるかもしんないから、マジで。こいつが真のバルスかもしんないから、ね。真のバルスかもしんないんで、先にやっときましょう。よし。弓がね、近接では、ダメージを与えられないっていうの初めて知ったんで、今ちょっと気をつけていこう、これから。ほんとちょっと待って、弓怖いな。弓一撃で持ってかれっかんね。あ、ちょっと待って、これやばい。ここ気をつけた方がいい。あの上にもいたわ、弓。まだマジで気をつけないと、本当に持ってかれるんだよ。いけろ、いやー、素晴らしい。オッケー。ちょっとこいつ一旦、まだ休憩できないのかよ。ちょっと危険だね。あんまり近寄ると。これにしよう。よし。いいんじゃないかな、これで。勝ったでしょ、これはもう。録画切れた、なんか。レナ、お前は今どこにいるんだ。死ぬ前一度でいいからお前に会いたかったな。お、こいつなんかレナってやつくっつけたら、誰が悟せるんだ。誰が悟せるんだ、これ。レナなんかいたか、こっちのチームに。いないだろ。レナなんかいた。あ、レナってやつ出してないんじゃない多分。うわ、終わった。なんだよ、仲間にできるやつもまたしてもなんかダメだ、多分。こいつか、レナ。レナ感ないよね。ちょっと。一番恐ろしいのは、ドラゴンナイトじゃ。隙を見せたら命はないぞ。ドラゴンナイト。ドラゴンナイト。いや、レナなんていなかったよな。あ、待って。わかった。こっちいいんじゃない？レナ。もし。こっちはレナじゃない？これ。何がザガロじゃん。もういないじゃん。じゃ
じゃあ仲間になんないのかな。安倍ちゃん、どうすっかな。安倍ちゃん、安倍ちゃんなんか探索にばっか使ってる気がする。鍵や扉の扉や橋の前で使いなされ、そうすれば通れるようになるから。当たり前だろ、そんなちょ、そんな重要情報じゃないから、2回も聞くほどの重要情報では一切ないから。いけ、もう殺すしかねえ、いねえから。レナがいなかったな。そうでもさ、わかんなくない？だってレナ出さないといけないとかさ、説明書に書いてねえだろうなあ。説明書に一切書いてないの。いけ、最悪や、マジで。せっかく仲間にできたやつ、また仲間にできなかった。多分なんか強いんだろうね、こういうやつって。待つってお前、電気ポケモンか、お前。電気、ピカチュウか、お前。ピカチュウではねえか。ピカチュウ使ってるだけで、じゃあライチュウだよ。マッチといえばライチュウだよ。おげ。グッバイ、マッチス。レナ、バカなお兄ちゃん許せ。グッバイ。なんか終わったなぁ。いらないね。武器なんかよ、もう。武器なんか実際減らない。からさ、弓とか減ってんのかな、わかんないけど。よくわかんないけど。え、もう殴っていいのかな、これ。殴っていっていいのかな。いけ、持ってけ。この城はミネルヴァ様からの預かり物。お前たちの重量はさせぬ。ああ、びっくりした。相手がどんと。なんじゃそりゃ。なんじゃそりゃ。奴隷敵が大勢出撃の準備をしてるらしい。出てこないうちに早く抑えた方がいいよ。あ、そうなの。伏兵みたいな感じで出てくるのかな。ちょっとこいつ大丈夫か。こいつちょっとやばいな。ワイヤーだな。回復しに行こう。こいつ一旦先に回復させたいの。まず。OK。で、こいつ前出たら弓に持ってかれるから、ちょっと、シーダーはこっち。いやー、仲間にできそうなやつ、また仲間にできなかったからな。ちょっと、きついっすね。こいつ強そう。こいついいんじゃないもう。当てちゃって。はめちゃっていいんじゃないこれ。いけ。ハーディンめっちゃかっけえ。弱っ。ハーディン弱っ。絶対回復すんじゃん、ゴーとか。やべえかも、ちょっと。大丈夫かな。なんか1体2体持ってかれそうな気がする、これ。あ、何もなかったことになった。ちょ、きついんやで、もう。ちょ、このジョブもう、禁止にしない？遅いんだけど、マジで。しかも乾か、しかもなんか動き早い。あ、やばいやばい。あいつやばす、なんか色違うぞ。あ、大丈夫、1レベルか。オッケーオッケー。一回ハーディン引かせよう。死ぬわ、これ。死にますわ、これ。あ、ハーディン死ぬ。やばい、ハーディンマジ死ぬ。ハーディンが死ぬ。あ、やばい。え？やばいんじゃないこれ。かわしてくれ、かわしてくれ。あぶねー。やばい、やばい、うおトゥー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 じゃねえよ、マジで。これやばいわ、ハーディン死ぬわ。ハー様が死ぬ。安倍ちゃんもう探索要員や、完全に。アマキラの剣というのは、アーナンナの台詞でものすごい力発揮する。はぁ。はぁ。はぁ。全然、長い長い、もうよくわかんない。オッケー。とりあえずなんか強いやつがあると。そういう、有益な情報でしたね。わからんてよ、マジで。あいつら城から出てこないでしょ、どうせ。じゃあもうこいつからやっていこうぜ。
ですよ。この、格好撃破していこうぜ、マジで。いけ。ウルフ。1ダメ。1ダメ、2ダメ。弱っ。マジかよ。チクチク行こうぜ、こいつ。いけるいける。オーケーオーケー。不毛な戦いの。もうちょっと早く歩け。早歩きなさい、ほんと。だだこねてる子供じゃないんだからさ。スッと、スッと歩けよ。シーダ生かしたいけど、シーダ生かしづらいなぁ、犬がいるから。今日マルちゃん何もしてないっすからね。ちょろっと街の情報を聞いただけですから。ちょろっとな、しかも。完全無欠のちょろっとマンですよね。回復したんかな？オッケー。よし、こいつ、こいつ当てよう。オーケー。どうせあいつら、後ろから出てこないから、無視でいいっすね。とりあえずこの、前座を倒して、前座太郎次郎を倒して、行けばいいと。よし。こいつも回復したいな。ちょっと離れるか。いや、弓でなんか撃たれたやだから、こっち行っとこう。確実に。確実に安全なとこ行こう。こいついいな、この一人。あ、なんかいたわ、ここに。こういうとこなんでしょうね、多分。その6章で積むっていうのは。予言者がいましたからね。お、逃げ。あ、ま、ずるくねえ、お前、それ。やめろ、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 頼む、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 頼む。やめて、やめて、やめて。かわせ、かわせ、かわせ、かわせ。やばい。あ、やばい。あー、オッケー、そっち行ってくれた、ありがてえ。オッケー、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 オッケー。どうしよっかな。確実にこいつ倒しとかないとまずいよな。待って待って、HP 見てなかった。19ならいける。よし、持ってけ。いけ、カイン。そう、このスピードやってほしいっすね、やっぱ。OK、ナイス、かわし。素晴らしい。ちょっとやばいんだよな。引くか。で、ハーディンがちょっと、一回休んどきたい。あれ？これ違う、武器屋か。ハーディもういいや、そこにおれや、もう。おれおれ、そこにおれ。仕事せえやって話だよ、もう。安倍ちゃんマジでもう、探索用に。あー、どうしよっかん。まあ、これでいいでしょ。とりあえずこの弓、うざいんで。シーダが、ちょっと、全然出てこれないんで。まずこいつ持ってきたい。先にね。OK。で、弓で安全に。こいつまだ、して、そうに刺すか。仲間になるかわかんないからな。今日使ってるやつ。だから、できるだけ、私のユニットで、レベル上げした方がいいよね。パパパパパオッケー、いいよ。パパオッケー、いいよ。パパいいよ。あんま弓食らないんだよな、こいつ。1は出るでしょ、当たれば。3、お、いいね。3は結構いきましたね。前評判を覆して3当たりましたね、3。はいはいはい。これ弓でいけんじゃないかな。オッケー。オッケー、ナイス、素晴らしい。オッケー、あーでも、こいつでとどめさせちゃったな。とりあえず回復。で、
ちょっと、まるちゃん行っとくか。ハーディンね。ハーディンどうしよう。下で回復させに行くか。大体のキャラクターがもう、コマ当たってますね。なんとかまあ、誰も死なずに行けるんじゃないかな、このまま行けば。ありましたよね。これ、あ、これいけんのかな、多分。よし。いや、レナがいたらなんか仲間あったんだろうな、多分。ロシェしかいないもん。解明しろよ、お前ら。区役所に、お前。名前変更届出しとけ。囲んで殺すしかないよね。イケシーだ。弓以外には強いはず。強すぎない？改造じゃん、もう。もはや。意味がわかんないんだけど、もう。ゲームじゃねえじゃん、もう。こんな。いや、課金課金ってずるくねえ、マジで。課金課金って、もう、ヒカキンかよ、もう。何言ってるかわかんないけど。いや、無理、もう、これ。絶対倒せないわ、これ。こっち行こう、こっち。あいつ倒せない。こっちから行こう。うん、このザコから行こう、ザコから。まあ、ザコかどうかわかんないけど。弓で包囲して、こいつをやろう。やっぱり頼みはパラディンじゃない、ジェイガンかな。やっぱり最後はジェイガンなのか。間に合うのか、ジェイガンは。ジェイガンどこにいるの？どうした、ジェイガン？これか？うわ。やっぱり最後はジェイガンなのか。いけ、ジェイガン。いけ、もう18いけ、18。ちょっともう、もうゲームちゃうやん、これ。ゲームちゃうやん。ゲームとちゃいますやん、こんなの。いけ、まるちゃん。あ、まるちゃんも結構いくね。いいね。いいね、まるちゃん。あ、まるちゃんさすが。主人公補正来てるわ、これ。主人公補正来たー。いけ。いや、主人公補正。こちらも主人公補正。来ましたね。いけ、撃て、お前。もう誰でもいいから撃て。とどめを刺せ。とどめを刺すんだ。いや、課金じゃねえんだって、マジで。ほんとに。そういうのいらねえから。いいや、後ろのやつも。回復とかいいよ。オッケー。大丈夫でしょ。はい。墓穴を掘るんじゃ、ボケ。よし、行け。シダ、いや。ちょ、シダ逃げよう。シダ逃げます、ちょっと。シダもうダメージ当たんないんで。ダメージ入りそうなやつにチェンジで。オーケー。あと正面もちょっとジェイガンで行こう。1?やばい、死ぬ。これ、ここで決めないと死ぬ、こいつ。やばい。カインが死ぬ。これ、絶対決めなきゃいけない局面。来たわ、これ。来た、これです。ジェイガン頼む。頼みや、ジェイガン飲む。よし、あぶねえ。いいね、ジェイガン。素晴らしい。貴様ら、これで勝ったと思うなよ。いや、勝ったんですよ。持ち物がいっぱい、それが輸送隊に送ります。選んでください。ナイトキラー。よくわかんないけどね。オッケー。大丸掃除。よくおいでなされた。砦に笑えるニーナ女王も、まもなく来られるでしょう。
しかし城の中にはまだかなり敵がおります。どうかご用心ください。ということで4章ね、難なくクリアしました。ということで次はお、ファイアーエンブレム、もうこれ最終回じゃんこれ次最終回かな。コメントをね結構たくさんいただいて、たくさんまあたくさんっていうかまあ数個ねいただいて、まあちょっとアドバイスみたいなのもありますんで、ちょっと学習しながらね一歩ずつ成長して積むと言われてる6章が次の次なので、まあ次はねサクッとクリアして6章も俺できるぜってとこ見せつけて終わっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。